はい、こんにちは、マギシです。今日はひまわりをドイツ語で勉強しましょう。ひまわりはドイツ語でなんて言うと知ってる人いますか？Die Sonnenblume です。もう一回振り返します。 Die Sonnenblume。 で、ソンネは太陽、ブルメはお花、つまり太陽のお花という意味です。あとはひまわりの近くによく見てるのは蜂です。蜂はドイツ語でなんて言うかっていうと Die Biene。 Die Biene fliegt in der Nähe der Sonnenblume。 最後にもう一回振り返していきましょう。 Die Sonnenblume。 Die Sonnenblume fliegt nicht。 最後までありがとうございます。チュース。